八木山緑町遺跡は、宮城県仙台市大白区八木山緑町にある、縄文時代と弥生時代の遺跡である。石器、土器のほか縦穴式住居跡が複数見つかっている。標高85メートル、仙台市南西部の八木山、丘陵、高山幼稚園の南西隣にある。仙台平野にほど近く、平野部には、弥生時代に水田が開かれ、古墳時代に、 多数の古墳が築かれたが、縄文時代の遺跡は多くない。3回の発掘調査は、仙台市教育委員会によって実施された。第1回は1995年の宅地造成のための事前調査として行われ、これによって、縄文時代の縦穴住居跡後弥生時代の縦穴住居跡に、土壕多数、異物多数が発見された。第2次調査では、 弥生時代の土工墓石数機が見つかった。第3次発掘調査は2002年4月10日から5月13日に350平方メートルで実施された。縦穴住居跡1、土工7、ピット多数が見つかった。161点の石器には石属に石碑に,石碑に戦闘機に多数の白片と不定形石器があり、歴石器23点の中には 真尾石9、スリー石10、大石1、叩き石1、石皿2があった。河原家のほとんどは縄文土器の大木式六式と七式に属する破片で、多くは深鉢ではないかとされる。ありがとうございます。